銀行に閉じ込められてたんだな。ああ、時間もなかった。今みたいにな。彼らは市内に入ってきた。場所は？外には広場があった。核を回収し、銀行内でミラーのアンビル3が来るのを待ってた。無線で増援の到着はいつかと聞いたんだ。3分で着くと言われた。到着まで約3分と。まずいぞ。ミラー、降りてこい。アッチを閉じるぞ。歩兵がいないと何もわからん。ワイパーに撃たれたいのか。ますます楽しくなってきたな。確認したぞ。一気に止まってアンビル3がミラーの力と力に変えられている。計画されている。
現しよう。ミラー君だったな。アメリカ人とそのおもちゃか。息子のか。お、名前が書いてある。ジョニー・ミラーか。これをなくして悲しんでるな。子供ってのはくだらんものに愛着を抱く。なくすと何日も泣き続けるのはなんでだろうな。それはこんなもんで思い出すんだ、親の愛を。だが喪失も成長の一環だ。うん？成長の過程で死は必然だと受け入れる。死は必然なんだ、ミラー君。なあ？父はそう言っていたよ。つまり君はヒーローになるんだよ。少しは慰めになったかな、花だ。お待て、ゼジョン。恥じゅう、我らの国での殺戮を呼ぶがいい、テロリストと。我らはこの国と人々を守っているだけだ。これが貴様らの代償だ。